はい、ということで、どうも皆さん、こんにちは、底辺でございます。今日はですね、タバコのレビューをやってみたいと思います。はい、まあね、前回そのタバコ吸ってみた動画で、まあ、初めてではないんですけどね、タバコを吸いまして、まあ、前回ラークやったんですけど、今回これピースのアロマインフィニティ、これを吸ってみたいと思います。まあね、昨日梅田行って買ってきたんですけど、まあ本間の目的はジャズセッションをね買うことやったんですけど、ジャズセッションがもうね、だって今年の1月かなんかにね限定販売で、で二十歳になるまで待ってね、でまあ今頃買いに回ったらそれは当然ないわけですよね。なんでまあ似てるパッケージのこれを買ってきました。まあ、ちなみにピースはね、一回ピースライトね、これ吸ったことあるんですけど、あかんのですよ。体に合わないんですよ、ピース。なんか味がダメやし、なんかヤニクラするんですよこいつ。僕今ヤニクラするのピースとメビウスのこの2つなんですけど、この2つだけは絶対にヤニクラするんですよ。だからやっぱり体に合ってへんのかなって思ったりもするんですけど、はい、開けていきます。あとね、僕ロングあんま好きじゃないんですよね。うわ、すごい香り。 100S なんでね、ちょっとピース久しぶり。まあ携帯入りなら変わらずこの100円のやつですけど、でこれありがたいのが LSS なんで、っていうかな、味薄い。なんかそのピースライトよりも僕レビュー下手くそで申し訳ないんですけど、僕あんまタバコの味の違いとかあんまりわからないんですけど、味薄い。なんかピースライトの方が結構ガツンとくるような味わいはあったような感じがするんですけど、なんか味薄い。まあロングやからね、まあそりゃそうかって感じ。これが普通のキングサイズのとこまで減ったらどうかなって感じですよね。はい、だいたいキングサイズぐらいまで減らしてみました。まあ、吸ってる印象としてやっぱり味薄いかな。そこまでなんか香りも感じひんっていうか、まあ、僕の味覚バカがねあれですけど、あとフィルター長いしね、これいつもフィルターもうちょい短いの吸ってるような気がするんですよね。いつも吸ってるやつはどの銘柄に関しても、うん、タール8ミリってのもあるかな、味が薄く感じる。僕いつも、あ、言ってなかったですけど、僕銘柄蒸気ツアーもう今ハイライトなんかミーハーやと思われるかもしれないんですけど、あ、でも伏流煙はいい匂いしますね。これ今匂ったら手流煙はそんなあれですけど、伏流煙めっちゃいい匂いしますね。鼻から出すとなんか、なんていうの、口の中に甘みが感じられるというか、そんな感じがしますけどね。うん、まあ640円もこれに払うかっていったら正直うーんって感じ。僕はね、多分ピース好きな人やったら、ピース好きな人でもどうなんかな、これは、まあ、好み分かれると思います。
はい、まあ、下手くそなレビューで申し訳ないんですけど、味は正直わからん、薄い、うん、僕的にはね、僕がいつも17ミリのあれ吸ってるからかもしれないんですけど、はい、まあ僕の銘柄遍歴を言うとね、あの最初は友達からもらったキャスターなんですよ。それが始まりで、でそっからね、あのラーク吸ったりとか、動画にも出してね、あのラーク吸ったり、あとはメビウスのオリジナルね、最初はタール軽いとこから始めたんですけど、でまああとはちょこちょこいろんな銘柄吸ってるんですよ。アメスピも、アメスピの何、アメスピゴールドあれ吸って、アメスピも体にあんま合わないんですよね。合わんかったんですよ、美味しくないな、あとドローも重いし吸いにくいなっていうのもあって、ほんでアメスピと丸ボロも吸い、赤丸も吸いました。ほんで、まあ、ものは試して、オプションもメビウスのオプションパープルあれも吸ったし、あと何吸ったかな、ラキストも吸ったね。でウィンストンはキャビンも吸いましたね。まあ、それなりにいろんな銘柄試しましたけど、やっぱり一番うまいのはハイライトですよ。セッターも吸ったんですけど、まあ、セッターも美味しいんですけど、僕のめちゃくちゃ好みの味かって言ったらそうじゃなくて、まあ、たまに吸うぐらいがいいかなって、セッターはね。で、行き着いたのがハイライトですね。まあ、ハイライトよりタール上行くとちょっときついかなって感じなんですけど、ハイライト美味しいですよ。ほんまに。520円とね、価格も良心的な設定で、はい。まあそんなとこですかね。まあ、ピースのアロマインフィニティ。悪くはない。全然。なんかこの、こっちのピースライト吸った時ほどなんか悪い印象はないですね。ただなんか、そこまでかなって感じ。ちょっとジャズセッションマジで吸ってみたかったんですね。結構皆さん絶賛してたんで、どうなんやろう。うん。まあそんなとこですかね。はい。まだ吸い切れてないですけど、まあ本日の動画はあんまり長くなってもしゃあないんでね。以上になります。よければですね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今後もね、ほんまにちょくちょくなんですけど、タバコの動画は上げていこうかなと思います。別にね、喫煙を推奨してるわけじゃないんで、タバコはね、あ、はい、もう、二十歳になってから自己責任ってしてくださいね。はい。僕はもう別に人生捨ててるわけじゃないですけどね。はい。別にヤニカスじゃないですよ。あ、まあ、ヤニカスはヤニカスか。でもそんな、一日で一箱なくなるようなヘビーな人じゃないんで。え、でも一日に一箱ってヘビーって言うんかな？わからんけど。はい、タバコはね、嗜好品なんで。タバコに吸わされることなくね、ほどほどにね、吸っていただければと思います。まあ、またね、なんか、タバコの企画、なんかその、銘柄ルーレットみたいなあるじゃないですか、結構。タバコ系 YouTuber の人、まあ、よく僕、テラパンさんとか見るんですけど、ね、やってはるじゃないですか、タバコ銘柄ルーレットみたいな。あれもね、一回やってみたいな、とは思いますね。てなわけで本日の動画はこれで以上になります。ではまた次回の動画もお楽しみに。バイバイ。